ドラチューブお芝居2。それで今日私たちが呼ばれたのはどういう風の吹き回し？私たちもそんな暇じゃないのよね。本当だよ達也君、なんだね。申し訳ありません。本日は先日発覚しました500円不正取引に関してのお話です。不正取引？誰がそんなこと。大和町、あなたです。なぜそんなことを言うんですか。到底真実とは言い難いことです。そうでしょうか。ハーゲンダッツを買うために近藤から受けた迂回融資なんじゃありませんか。ハーゲンダッツ何やち。根拠のないことをつら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 と。一体君は私何をしたい。土下座です。土下座をして詫びてもらいます。でも達山、証拠がない。俺らの負けだ。ではこの会議も終わり。大和町に500円の買い用紙を置きました。あら近藤。近藤の証言してくれた通り、あなたは500円の不正取引をしました。低金額とはいえ銀行員として恥ずべき行為です。さて、約束していました。忘れたとは言わせませんよ。やってもらいましょうか。常務ともあろうお方が約束を破るつもりじゃないでしょうね。部下に頭を下げるなんて常務のプライドが許さない。もしそう思っているなら大きな間違いだ。あなたが謝るのは私たちじゃありません。これまであなたが雨の日に傘を取り上げトカゲの尻尾として切り捨ててきた全ての人と会社です。お願いします。このネジが日本を支えてるんです。機械みたいな仕事したあきまへん。お願いします。お宝お願いします。お願いします。何でや、何でや。え、何の話やれ。大和だ。もしもし、花、仕事中に電話はダメだよ。夕飯？あ、カレーでいいよ。海鮮でも野菜でも肉でも何でもいい。うん、じゃあね、愛してる。やれ、大和だ。もうやって。ドラチューブお芝居2。